2015年スーサ攻撃は2015年6月26日にチュニジア中部のリゾート地として知られるスースにあるホテルやビーチにて銃撃があった事件。このテロで28人が死亡、36人が負傷。この中にはイギリスやドイツの観光客が多く含まれている。二人の実行犯のうち一人が射殺された。チュニジアの治安当局は今回の銃撃について テロとの見方を示している。AB カイロ秋山新一、三冠タンファラビエ、宮川博明、チュニジア、ホテル襲撃28人死亡クウェートでもテロ。毎日新聞、h t t p 毎日 j p セレクト、ニュース、2015万 627k000、メートル03010500、CHTML2015 年6月27日、閲覧。 チュニジアとクウェートでテロ犯行声明もテレビ朝日 http コロンスラッシュスラッシュニュース .tv-asai.co.jp ダッシュ h スラッシュニュースインターナショナルアーティクルズ 00053510HTML2015 年6月27日閲覧チュニジアで襲撃27人死亡デイリースポーツ http://www.daily.co.jp:/society:/main:/2015/06/26/0008157162 と html2015 年6月27日閲覧 ab 普通、中東でテロ50人超死亡イスラム過激破壊予科。日本経済新聞。 h t t p w w w n i k e y c o m スラッシュアーティクルスラッシュ tgxlasgm26h8uw5a624mm80002015 1 2015年6月27日閲覧ありがとうございます